ババモモコは、日本のフリーアナウンサー、元テレビ、金沢アナウンサー、セントホース所属、新潟県新潟市出身、新潟市立高志高等学校、昭和女子大学人間文化学部卒業、広島テレビ放送アナウンサーの有田ゆう香は、同じ新潟市出身の友人にあたる。 2014年4月から2015年1月までケーブルテレビ局サドテレビジョンでアナウンサーを務めた後、2015年3月にテレビ金沢に入社。同期は佐竹美希、川、佐咲谷霧子、金山鉄平。バラエティではアナウンサーとは思えないハイテンションなキャラクターが特徴でテレビ金沢の暴れ馬の異名を持つ。2017年5月12日放送の 金曜ロードショー特別エンターテインメント全国好きな嫌いなアナウンサー対象2017に出演し番組内で紹介されたぶっちゃけキャラが注目され同年9月11日には情報ライブミヤネ屋にアシスタント林真央の代役に抜擢されたその後同月27日11月15日放送の 今夜比べてみましたや2018年1月14日4月15日放送の行列のできる法律相談所など全国ネット番組への出演を果たす。好きな映画はハリーポッターシリーズで趣味は五円玉を集めること。特技は新潟ジンク。2019年3月26日放送の隣のテレキンちゃんでは同番組は続投するものの同年4月より フリーアナウンサーとして活動することを発表した。同年5月10日放送の金曜ロードショー全国好きな嫌いなアナウンサー対象2019ではセントホース所属になったことを公表したほか、同年5月13日放送の人生が変わる1分間の新入り話では同社に一度は不合格となったものの交渉や面接を経て合格するまでが番組による 密着取材で公開された。2020年4月8日放送の今夜比べてみましたでは、街頭インタビューという形で VTR 出演し、活動拠点を石川県から東京に移したことを表明した。放送局名の表記のないものはすべてテレビ金沢の番組。ありがとうございます。